じゃあ歌舞伎行こうよ。あ、はい、ちょっと前にですね、鳥取にちょっと嫁と一緒に帰省してたんですけども、うちのおかん71歳になるんですけど、おかんがすごいなんか驚きながら僕に、うん、違う部屋にいたんですけど、僕がいる部屋まで来て、うん、ちょっとあんた、うん、っつって、うん、セシルマクビ全店閉店だってって言ってきて、いや知らねえお前関係ねえだろと思ってセシルマクビの背の字も知らないだろお前の。知らないと思います、知らないと思います。しかも71なんで、ちょっと滑舌がやっぱ悪くなってきたのかなと思ったんですけど、うちの嫁とそのおかんが喋ってたんですけど、うん、僕携帯構えながらちょっと話をちょっと背中で聞いてたんですけど、おかんがソープランジョ、ソープランジョって言ってるんですよ。うん、さすがにちょっと気になって3回目ぐらいで、うん、いやソープランドなって言ったんですよ。うん、はそれは場所でしょって言ってきて、うん、え何のこと言ってんのって聞いたら、うん、ソープランドで働いてる女の人のことをおかんはソープランジョって言ってたみたいで、うん、だったらソープ場なと思って。ああなるほどね。あでもさ、その働いてたお母さんが言うんだから合ってんじゃないの。いや働いてねえんすよえあとそもそもお前の嫁とさはい、お母はなんでソープの話してんの。いやそこなんすよ、うん、いやだからお互いに働いてる、どうそこの職場みたいな。働いてねえんすよ、わかりますお母さんとかじゃないんですよ違います違います。いや僕もそこだけは聞けなかったんですけど、なんでそんな話してたんだと思ったんですけど。なるほどな、いいで、まあ、そんな話があります。でも仲良くていいな。いやまあ確かにそうですね、そうですね。山田ジャーキーと山田チャーシューが違う、ちょっとうちのおかんちょっと燻製しないで山田ジャーキーなんだじゃあすき焼き行こうよ。はい、遠くは苦手なんですけど近くは得意ということで、ちょうど昨日なんですけど、うん、ね、進めるんだ、うん、そろそろ結婚相手探さないとなって真剣に思いまして、おー、婚活サポートセンターっていうところに本当登録しに行ったんです昨日。おー、うん、相手に対してのこだわりっていうのを、まあ、いくつか書けるんですけども、うん、1個だけちょっと書かせてもらったんですよ、うん、あの大型の人っていうのをね、うわ、はい、やっぱ、僕の職業柄、うん、やっぱこう普通免許じゃなかなか運転できない車って結構多いんですよ。免許かー。やっぱどうしてもその大型の車じゃないと、ちょっと仕事場に行けなかったりとか、まあ、そこはちょっとやっぱこだわりとして、うん、大型の人っていうのを、書かせていただきました。そうだな、それ必要だもんな。はい、うん、やっぱ大型免許があった方がな、お前の仕事的に絶対な、そう有利だし、はい、うん、はい、ありがとう。ありがとう。もうフリーズもさせてあげないですか。僕あれと。よし、さくら。はい、どうした。なんか話ないです。なんか考えたなんかあるだろお前結構みんなの話聞いてて時間いっぱいあったぞ、うん、ないですないですわ、タイミングでないですわ、新しすぎるぞすごいね、うん、ないですわ、ダメ、一番面白いけどな。最近はショッピングしました。おお、うんうん、何を。スーパーに行って、うん、リンゴとバナナと、うん、鶏肉と、うん、半数か今のところ、うん、あとダンス教室に行きました。あ、もう買い物終わりかよ。買ってるあるじゃん、買い物終わったんだ。本当にそれだけ買っただけだったんだ。ダンスは行ったのは、うん、何、うん、なんか無料、一日体験無料だったので、おー、うん、おー、6個ぐらい受けました。おお、すごいいいじゃん。6個って言ったら良かったんですけど、全部同じジャンル。あ、違います。何と何いたの。行ったのは、うん、テーマパークとジャズダンスと、うん、
J-POP と可愛い待って一番最初に引っかかったテーマパークって何テーマパークダンスです。あ、そういうのがあるんだ。こんなのあるんだ。なんそれどんなの踊ってよ。一番なんかこういうのからのかあ、テーマパークで踊りそうな。はい。ダンスってこと？あ、そうです。ディズニーランドとか。あー、なるほどね。はい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 。で、あとは？ジャズダンスと、J-POP と、フラダンスと、ヒップホップと、バーレスクです。バーレスク？バーレスク。あ、バーレスクって、なんか、吉村とかがやってるやつだよね。それ見して、やってみてくれる？足元なんて映らないです。こうやって歩いてなんか本当に映ってなかったな。全然映んなかった。こういうちょっとセクシーなやってんだけどな。全然わかんねえな。テーマパークダンスやってもう一回。テーマパークダンスもう一回やって。これはわかるな。これだけはしか覚えてないんです。そうか。フラダンスは同じ幸子さんっていう人が一人いました。私も同じ名前だよって。言った。言って。はい。名前貼ってたんで、体験だったんで。うん。あ、私も幸子って言うんだよって。おお、そしたら？何歳ぐらいの人？何歳ぐらいの人？20代ぐらいだと思ったんですよ。です。あ、思い出しました。それで、昔も同じ幸子さんっていう人に、うん、あのこういうところ何それ、バスケットボール何ですか、あの何て言うんですか、こういうところ音楽が鳴ってるようなクラブ、クラブ、あ、そうです、クラブで、クラブが出てこねえか、うん、あの同じ幸子さんにあの紹介されましたちょっと警戒しちゃいました警戒しちゃう、あ、だからその時の記憶が蘇って、はい、同じ幸子さんに話しかけちゃったけど、あ、この人ももしかしたら私に持ちかけていくかもしれないっていう防衛本能が働いちゃった。はい、嬉しかったんですけど、ちょっと藤山さん、何かありましたか？はい、ですね、うん、先日ちょっと、うん、MacBook Air がちょっと壊れちゃったんですね。壊れちゃった理由がもう、まあ、コロナ自粛生活の時に酒飲みながらオンライン、うん、トークとかやってた。あ、それなんかこぼしちゃったって言ってたな。こぼしちゃって、焼酎をまんま全部こぼしちゃって、はいはい、で一応日干しにして、で次の日とか3日ぐらい干してて、一回電源入れたらついたんですよ、それ。お、うん、あ、乾いたんだと思って、よしよしと思ってまたこうつけようとしたら、もう全くうんともすんとも言わなくなって、で一応この、うん、あの Apple Store 持ってくるときに症状登録するんですね。で電源、うん、項目が全く入んないみたいな感じで、うん、ほんで持って行ったら、もうなんかその、まあ、自分が悪いんですけど、どうされましたみたいな言ったら、いや、なんかわかんないですけど電源が全く入んないようになったんですよって僕説明して、俺がわかりました、ちょっと調べますねって言って、うん、行ったら、まあ、ちょっと数分して戻ってきたら、何か液体をこぼされましたかって言って、うんうん、いや、ちょっとあんま覚えてないな、もしかしたら家族がこぼしちゃったかもしれないんですけどとかって言ったら、うん、あ、これでです、これですねって言って、うん、中を全部レントゲンみたいな写真があるんですよ、うん、iPad のここを全部中を通す、透視したみたいな感じの、うん、もし水濡れとかになったらここの真ん中のところが赤くなるんですけど、うん、って言った時に、それがもう何よりも真っ赤だったのね、うんで、もうで、あとここ金属部分あるじゃないですかって、うん、そこ全部茶色になってて、うん、それこれ全部錆びてますってなって、あ、うん、お水とかでしたら多分こうはなんないんで、うん、何かアルコールだったりをこぼされたりはなって、ビンゴだね、もうね、俺もこの時点でさ、子供たちがなんかこぼしちゃったのかななんつって言ってるけど、うん、絶対アルコールお前がこぼしただろっていう、まあ、ほんと入れるとした嫁ぐらいが精一杯だよね。うん、精一杯だけど、もうそこで積んでたから俺、あー、あの時だなって悪情したやつだよ、もうちょいちょっとこぼしちゃったんですねって言って、そもそもそんなしらじらしいことしちゃダメですよダメなんですよ
でこれちなみにこう修理ってできますかって言ったら、あ、お客様のね、これね、ちょっと型がだいぶ古いんですよと。おで、ヴィンテージ扱いになってるんですけど、ちょっとお調べしますねって、こうなんかカチャカチャやって、あ、この型だと、一応修理費用、もう部品がもうほとんど残ってないんで、一応できるにはできるんですけど、いくらかかりますかって言ったら、あの14万円かかるんですよ。やばで、ちなみに聞きますけど、今最新のモデルって何年モデルですかって、あのこのちょっと前に出たモデルがあるんですけど、それっていくらですかって言ったら、でこれ250ギガのやつで、10万8000円になってます。絶対そっち買った方がいいじゃないですか。安いの安いの今の方が。今の方が、だからもう部品がないから。なるほど。そんな安いの今。今10万いくらって言ってたよ。パソコンなんてほとんど使わねえから買わないけどね。なんで買ったんだよ。前回もあの前回もなんで買ったのよ。わかんないし、ネタも書かねえし。本当だよな。でも買った時だけさ、なんか持ってきてたけど、その後すぐ見なくなったもんな。うん。まあそんな話ですよ。なるほどね。で、天ぷらは？僕なんですけど、この間藤山と、あと、元日ハムエース、はい、ピッチャーの武田投手と、武田さんね。はい。元武田が3人いるから、日ハムは。そうだね。あ、そうか、そうか。うん、和弘さんね。と、某不動産の社長と4人でゴルフ行ったんですよ。うん、で、その最初もちょっと早めに着いたから、社長と、2人で朝飯食べてたんですよ、ゴルフ場で。レストランでね、うん。で、俺は豚汁定食を頼んで、まあ、本当に豚汁、でかい、本当スープの器に豚汁が入ってて、うん、ご飯となん漬物みたいなのが食いてくる、安い豚汁定食頼んで、豚汁をここで飲んでたんですね。うん。そしたらガリってなって、ほら、飲んだと思って、見たら、なんだ、歯の詰め物が、取れちゃってて、取れちゃったんだと思って、その、うん、俺、奥歯の方、なんか、金歯で詰めてるんですよ。銀じゃなくて、金が一番強度が強いっていうから、まあ、金にしてたから、で、その金歯が見えたから、うわ、取れたと思って、なんで豚汁で取れてんだよって思って、ほんでもう、綺麗に掃除して、で、最後まで飲み干して、それをきれいにナフキンで、しまって財布の小銭入れに入れて、また歯医者行ってつけてもらおうって、この間歯医者行ったらどこも取れてなかったんですよ。うわ出ねえの。うわ、あの俺が大切に保存してたやつ誰の。きれいに掃除したし、言ったらもう最初のファーストバウトでガリだから、そっから全部飲み干してんのよ。うわ怖い誰のがどのタイミングでそれ入ったの。マジで不思議なんだけど、これあれどこだろうってこう確認しない。なるんだけど、するする、うん、でもあんまり違和感がない時もあったのよ、過去。あで、こうやって下ベロでやったときに、あ、ちょっとここかなっていうのはその都度あったんだけど、その時は確かにあれどこだ分かんねえなと思ったよ。取れてる感じしねえなと思ったけど、人のっていう概念がねえから。いや、まあ確かに、そうか、そうか。で、今考えたらでけえのよ、それ。こんなでけえ詰め物した記憶はないんだけど、やっぱその時の先入観がもう俺のに違いないってあるから。うわ、可能性があるとしたら、まあ、ウェイターさんか。ウェイターがどこで。いや、こう、あ、お待たせしました。何杯行ってきます。何杯行ってきます。お前、嘘だろ。はい、はいの、マジで。はいです。もうあるし、あとは調理師、料理人がね。味見というか、こう、鍋で豚汁を茹でてるときに、おい、まだ上がったか、まだできないか、あ、今やりば、タイミング一緒だ、でも。それか、もしかしたらそういうのって、お店で作ってないで、
パウチに入ってるやつかもしれないね。あったけるだけっていうので、で、それだったら工場で、そういう工場で、うわ工場でこう野菜とか詰めてる人が、そこ1個多いから、あ、これすいまっ、すいまっ、まだ。あ、まだ。どんな状況でも結局それなの。味噌の可能性もあるよ。豚汁の味噌で、味噌の会社の人が、味噌会社が、うん、練り物作って、はいはい、で、そろそろ休憩しようか、あ、わかりました、うん、ああ、やっぱりなんで毎回間のタイミングなんだよ、お前、すいまと、わかりまと。で、味噌に混入してたかもしれない、ね、なんで味噌作りでマスクしてねえんだよ。不衛生だな。レストラン電話してさ、奥歯の金歯がなくなってる人いませんか？逆に届けてあげたらね。それはした方がいいかも。来たんだし。そしたら、来たもやだよ。歯抜けのじじいが、あたきや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 、ふざけんじゃねえよって言うよ。どこで見つけたんですか？どこで見つけたじゃねえよ。ほらほら。マジで。いや、犯人もなんか、犯人、なんて？いや、いろんな意味で菌が入ってたんですよね。いや、ちょっと待ってください。今日、法事ですよね。ちょっと待ってください。いや、ゴールドの菌と、バイ菌の菌ですよ。そうだ。またタイミング間違ったかな。どうしよう。ちょっと嘘だろう。すいません。もう。ちょっと。すいません。お話の途中。押すぞ。お前。ガサリ。初めて聞いた。いやー、ということで、またこういう普通のトークの回もいいんじゃないでしょうか。また来週。